どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今回はですね、フェースのコントロールの仕方についてちょっとお話をしてみたいなと思うんですけど、ゴルフのスイング中、クラブすごいスピードで動きます。なのであんまりそのスイング中にフェースの向きってこう目で捉えられないと思うんですね。もう 0.0 何秒でこの、区間を通過するわけなので、なのでボールこそ目では見てるんですけど、なかなかこうね、フェースがどういう向きで当たったかっていうのはなかなか見えないというか、どちらかというと皆さんその先っぽに当たったとか根元に当たったとかっていう感触で、フェースがどこを向いたかっていうのをご判断されてるんじゃないかなと思います。じゃあフェース面を安定させるためにどういうところが大事かっていうと、スイング中にヘッドの重みを感じ取るというところなんですね。でよく雑誌とかでもヘッドの重みを感じ取るとは言われるんですけど、どうやると感じれるかというところなんですね。でポイントは2つありまして、まずですね、今のこのカメラアングルから見た時の、この手首と、シャフトのこの角度、この関係性によってまずちょっと感じ取る必要があります。例えばフェースの真ん中辺にクラブじゃないやヘッドの重心がありますから、手からヘッドが一番遠い時、直角ですよね、これが一番重いですと、で、もちろんですけどこの状態で当たったら左へ行きます。で逆に、これはありえないですけど、例えばこうやって手の真上にヘッドが来ると、これはこれで重心が重なっているので、軽く感じるようになってきます。その逆もしかりで、こうですね、手首からクラブをこう吊るすような感じ、これもやはり、手の位置とヘッド重心がかなり近づくので、軽く感じるような気がいたします。で例えばこういう状態で当たると、基本的には右に行きますね。なので、これだと左行っちゃうし、これだと右行っちゃうわけですね。なのでこの中間で、これが10でこれが0だとすると、重みの感覚としては5ぐらいのところ、ここで維持してあげることができると、フェース面も安定しますし、スイングのこの軌道、このエリアですよね、ちょうどハーフスイングのエリアのここの軌道が非常に安定してくるかと思います。で2つ目のポイントが、正面から見た時のやはりクラブと自分の関係でして、クラブって構造上ちょっとこうシャフトに対してヘッドがピョコッと出てますから、なんて言うんでしょうね、こうシャフトに対してヘッド重心がずれてると、こっち側へくるんと回ってしまうし、反対側もそうですよね、くるんとなってしまうと。なので昔運動会であったかと思うんですけど、お玉の上にピンポン玉乗っけてこう落とさないようにするみたいな、ちょっとそれに近いような気もするんですけど、この重いところっていうのがシャフトの上に来るようにしてあげる、そうするとがっちり手でホールドしてあげなくても、こうやってこうちょっと指一本で持ってても、ずれないわけですね。で例えばこれがちょっとでもずれてると、もう手からこう転げ落ちそうになってしまう、こういう感じですよね。でこういうことが実際スイング中に起きると何がどうなるかというと、正しくはこう来て、この辺でなんて言うんでしょうね、こうシャフトの延長線上にヘッドの重みを感じると、クラブは安定するんですけど、ちょっとでもこうずれてると、自分はこっちに上げたいんだけどヘッドはこっちに落ちたい、ひっくり返りたい、なのでこうなっていくんですよね、ポロンと。でここでポロンといってしまいますと、レイドオフになりすぎたり、
まあ、ポロッともう内側入っちゃいますから、こうそのまんまポロンといってクロスっていうこともあるんですよね。まあ、なので、まあ、もちろんこうポロンとこういきますとフェース開きますね。これがシャットの状態、まあ、これがスクエアぐらいですかね。これもかなり開いています。なのでまずこのハーフスイングのエリアは、まあ、手首のここの角度ですね、重さを感じて、あまりこの角度変わらないように、でこう来たらヘッドがポロンとこっちに行ったり、まあ、こっちに行ったりしないようにしっかり重さを支えてあげて、という感じ。じゃあそうすると、まあフェースをわざわざ見なくても、なんかこうヘッドの重みについていってあげるというか、ヘッドをこう支えてあげながらバックスイングしてあげれば、まあ、フェース面が安定したままバックスイングが完了します。っていう感じですね。でプロじゃあるまいし、なかなかそんな感覚が鋭くないよというね方もいらっしゃるかとは思うんですけど、ただ実際問題、例えば 500ml のペットボトルを、まあ、ちょっと飲みましたと、で次飲むときにもちろん減ってるから少しさっきより軽いわけですけど、そういうのって意外とわかると思うんですよね。なのでそれを考えると、結構人間ってもう100ミリグラムはちょっと難しいですけど、まあ50グラム100グラム単位ぐらいでは、重さがわかると思うんですね。例えばこのゴルフボールもさほど重くはないですけど、1個のスリーブにだいたい3つボールが入ってて、1個なかったら普通気づくと思うんですよね。まあ、それぐらいの感覚で十分感じ取ることができるかと思いますんで、ちょっとねフェースの向きが心配でどうもついついバックスイング、自分のフェースずっと見ちゃうとかねいう悩みがある方は、目ではなくてこういった感覚に頼ってフェース面コントロールしてみるといいかと思います。以上、ありがとうございました。